皆様、いつもブチャラチャンネルのご視聴ありがとうございます。シトロエン所沢の水木でございます。本日ご紹介させていただくお車は、シトロエンの認定中古車でございます。シトロエン C3 グレードオリジンズになります。こちらのお車ですね、年式が平成31年式のお車となっておりまして、走行距離は約 2.3 万キロほどのお車でございます。今年の4月に車検を迎えるお車でございまして、ちょうど5年目のお車となっております。内外装ともに非常に綺麗な、傷等も少ない状態のいいお車でございますので、こちらのお車のご紹介の方をさせていただきます。まずこちらのお車ですね、オリジンズというグレードになりまして、こちら特別使用車になっております。こちらですね、シトロエンの100周年を記念した、特別使用車となっておりまして、特にこのオリジンズに関しましては、まあ、こちらのサイドに、ついておりますシトロエンのオリジンズ新数1919と、書いてあります、ステッカーが貼られている点、またですね、サイドのエアバンプ、フロントのフォグランプ周りのワンポイントが、ブロンズカラーとなっておりまして、非常に上品なお色味となっております。ボディカラーは白で、ルーフは黒というツートンのお車になっておりますけれども、こちらですね、通常モデルですと基本的にこの色合いの設定というのはできないです。ボディが白、ルーフが黒という設定はできないので、非常に珍しいお車かなと思います。まあ、見ていただいて分かる通り、非常に傷の少ないお車でございます。で、またこちらのお車、ホイールがですね、真っ黒い17インチのアロイホイールを履いております。本来の通常グレードですと16インチになっておりますので、インチアップしたお車、インチアップをしたデザイン、お車となっております。こういったサイドミラーも黒くなっていて、非常に大人っぽいシックな印象を受けるお車かなと思っております。やはり見た感じ本当に傷も少ないお車でございまして、まあ、可愛らしいデザインが特徴的な C3 でございます。ちなみにルーフのステッカーが貼られておりまして、まあ、これも特別仕様ならではのステッカーとなっております。はい、やはりショールームで見るとよりボディの状態の綺麗さというものが伺えるかなと思います。ということで、外装のご紹介以上になります。はい、それでは内装のご紹介をする前に、こちらの車の、簡単なご紹介、サイズ等のご紹介させていただきます。まずこちら全長が 3990mm、全幅が 1750mm、全高が 1490mm となっております。まあ、非常にコンパクトなサイズ感のお車でございます。搭載しているエンジンは、1.2 リッターのですね、直列3気筒の、ターボエンジン、ガソリンエンジンとなっております。はい、それでは内装の方もご紹介してまいります。はい、それでは内装の方もご紹介してまいります。まず運転席、このような形になっております。シートはファブリックシートでございまして、まあ、ここは通常グレードと同じようなデザイン、同じような素材となっておりますけれども、シートカラーがですね、このグレーと黒のツートンカラーとなっておりまして、まあ、これは通常グレードでは選択ができないシートカラーとなっております。ここも特別使用車ならではなのかなと思います。で、中乗り込んでいきます。で、こちらのお車ですね、弊社のお客様から、下取りという形で、入庫したお車となっておりまして、前のオーナーさんですね、非常にお車綺麗に使っていただいておりますので、内装の方傷も少なく非常に綺麗な状態を保っております。このような形でダッシュボード周りとかの
こういったですね布地もありまして、まあ、日焼けとかこうしにくくなってたりですねするのかなと思います。結構気を使っていただいております。で、またこのダッシュボード、ここの周りのですね、ここもブロンズカラーになっておりまして、これもオリジンズならではのカラーデザインとなっております。で、ここもですね、本来材質はですね少し固めな、板というか、固めな素材になってるんですけれども、これ触っていただくと、皆様ちょっと動画だと伝わりにくいんですが、少しこう弾力性のあるですね、柔らかい生地になっておりまして、これも非常にデザイン性高いなというような状態でございます。でエンジンはプッシュスタートのエンジンになっておりまして、はい、まあ、このような形でセンターモニターは、まあ、シトロエのロゴマークの入った純正のモニターになってます。見にくいですけど、まあ、インパネですね、まあ、ここはあのデジタルメーターになっておりますね、はい、で、センターモニター、まあ、見ていただくとこんな感じでタッチパネルになっておりまして、非常に操作もしやすいモニターとなっております。またこちらのお車ですね、ナビシステムをですね、純正のナビシステムを搭載させていただいておりますので、お車、お乗りいただく際もですね、安心してお乗りいただけるような、装備が装着されております。まあ、またちょっと上に目を向けていただくとですね、分かる通り、まあ、このような形でドライブレコーダーも、お付けさせていただいておりますし、 ETC もついておりますので、もうまさにこのままお車を、お乗りいただくことができるかなと思います。で、まあ、シフトレバーもこのような形で、まあ、アナログチックなものなんですけれども、非常に操作性能しやすいものとなっております。後ろ側もシートデザインは同じような形ですね。まあ、コンパクトなお車なので、足元とか若干狭い部分もあるかもしれないんですけれども、まあ大人4人もですね、大人5人、一応5人乗りなので、大人であれば4人は、まあ、乗れる、十分乗れるスペースはあるかなと思います。はい、まあ、このような形で、シトロエンのお車はですね、こういったドアの細部にもですね非常にこだわりを持っておりまして、このようなデザインのこだわっているそんなお車でございます。こちらもそうですね、はい、はい、ということで内装のご紹介以上になります。はい、ということで今回ご紹介させていただきました特別使用車の C3 オリジンズでございました。皆様いかがでしたでしょうか。前のオーナーさんもですね、本当非常に綺麗にお車をお使いいただいておりまして、大変綺麗な状態を保っているお車でございます。で今回ご紹介させていただいたお車なんですけれども、金額の方がですね、車両本体価格、1月、19日現在で、139万円から、ご案内させていただきます。はい、非常に状態のいい、お車、シトロエンという珍しいお車ですので、ぜひ皆様お問い合わせ、どしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それでは本日の動画は以上になります。皆様最後までご視聴ありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。